現在最寄りの駅から福岡市地下鉄を使いまして貝塚駅へと向かっております。今回私が持っている切符はですね、西鉄貝塚線との、ね、乗り換え切符となっておりまして、20円の割引がついているようですね。今回はですね、この切符を使って西鉄線230円区間の和白駅まで向かっていきたいと思います。というわけでよろしくお願いいたします。和白駅からがですね、今回の動画の本題となります。ということで西鉄貝塚線の改札へと入っていきたいと思います。どうして福岡市地下鉄と西鉄貝塚線を使っているのかと言いますと、博多駅から JR 線に乗って貝塚線に行ってもですね、今回乗りたい列車に間に合わないからです。しかし福岡市地下鉄と西鉄貝塚線を使えば間に合うとのことでね、このように奇抜な経路でね、貝塚線に乗りに行っているわけです。ということで列車は和白駅へと到着。和白駅でね、貝塚線に乗り換え西戸崎まで行き、西戸崎からは博多駅の例の直通快速にね、乗っていきたいと思います。というわけでよろしくお願いいたします。和白駅では JR 線と西鉄貝塚線がほぼ同じ位置にね、駅を構えているので非常にね、便利だなとも思いますね。貝塚線は言わずとも知れた非電化路線としても知られています。しかし走っているのは電車です。電車とは言っても車内に蓄電池を積んだ少しだけ特殊な電車なんですけれども、4両運転なのにワンマン運転を行っているんですね。まあこのことに関しては福岡豊線と同規格の路線なんだなとも思いました。というわけでね、早速西戸崎まで向かっていきたいと思います。ディスプレイを見てみると貝塚駅始発であることがわかりますね。貝塚線はですね、主に貝塚駅でね、系統が分断されているんですよね。しかし朝の時間帯などにはですね、西戸崎から海へ直通する列車などもございます。ということで西戸崎駅へと到着いたしました。この列車はですね、折り返し快速博多駅としてね、運行がされるそうですね。貝塚線鹿児島本線に直通する定期運用にですね、初めて乗車するので個人的にはね、非常にワクワクしますね。先ほどに引き続きこの列車はワンマン運転として運行がされるようです。そして車内の LCD も見ていきたいと思います。通過駅の表示がありません。どういうことかと言いますと、唯一の通過駅である箱崎駅の通過表示というものがないんですよね。パー19系0番台やパー21系にはですね、ちゃんと通過駅は表示されるので、パー19系300番台の LCD というものはちょっとだけ奇妙な感じがしましたね。ということで西戸崎駅到着後8分ぐらいでね、列車は折り返していきます。途中の箱崎駅には停車しませんので、ご注意ください。なお自動放送によりますと、貝塚駅までワンマン運転とのことでしたね。ということで西戸崎駅を出発。西戸崎駅からはですね、博多湾を挟んで東浜博多港が見えます。地図を見ればね、一目瞭然だとは思いますがね。ということで西戸崎駅を出発してすぐに信号所へと入りました。ここにてですね、運転停車を行うようです。ここは長道信号所、海の中道駅のすぐ近くにある信号場でございます。ちなみに40〜50年前まではですね、ここに海の中道駅があったそうです。そのため中道信号場近辺には鉄道遺構がね、結構ね、転がっておりね、個人的にはね、面白いなとも思ったりするんですけれどもね。この信号所にて3分間ぐらいね、停車しました。ここでですね、2両編成の西戸崎行きワンマン列車とすれ違い。デイタイムはいつも通過するはずの海の中道信号所でしたが、朝の時間に関してはですね、ほぼ 100% と言っていいほど列車とすれ違いますね。ということでここからはですね、パー19系300番台の紹介というものをちょっとだけしていきたいと思います。基本的にはですね、0番台と性能なんかは変わっていないんですけれども、椅子がですね、結構0番台とは異なっています。0番台の座席はパー17系2000、3000番台に通った形となっているんですけれども、300番台の座席に関してはですね、パー21系の座席に非常に似ているなとも感じます。座り心地はもちろん300番台の方がいいとは思いますね。そしてドアはですね、お客様自身が開けたり閉めたりするといったようなスマートドアのね、制度が取られております。現在はコロナウイルス流行の影響で使われていないようですけれども。ということで列車は海の中道を高速で走行していきます。ちなみにですね、キハ4047ではですね、ここまでハイスピードでは走っていなかったと思います。19系のような蓄電池式の電車の強みというものはですね、非電化区間を電車さながらの性能で走ることができるという点が一番でしょう。その他にも環境に優しい、整備が簡単などといったようなね、メリットがあります。しかし車両あたりの値段というものはそこそこ高いみたいですね。ということで和白駅へとやってきました。和白駅はですね、
先ほど紹介したように西鉄貝塚線との接続駅乗り換え駅ともなっております。乗り換える人がいるかどうかは分かりませんがね。しかし和白駅、那田駅はですね、特に多くのお客さんが乗られたなといったような印象が個人的にはありました。おそらくこの列車で最も混雑した区間というものは間違いなく和白カシー間だったと思います。ということで和白駅を出発、次はカシーに泊まります。カシーから博多まではですね、鹿児島本線に乗り入れます。ちなみにカシー線の鹿児島本線直通列車というものは今回が初めてというわけではないようですね。2005年3月1日のダイヤ改正まではですね、定期的にカシー線から鹿児島本線へ直通する列車というものがね、運行されていたそうなんですが、廃止となり今回のダイヤ改正まで設定はありませんでした。付け加えてカシー線の鹿児島本線直通列車というものは日中にもかつては運行がされていたそうで、例えで言うとアクアエクスプレスなどがありますね。アクアエクスプレスはですね、夏にのみ運行がされていたサンシャイン号の後継として誕生した車両となっておりまして、約5年にわたり運行がされていました。車両はですね、キハ58、キハ28の3両編成で運行がされましたね。この3両編成はですね、現在のJR 九州における車両デザインを一手に引き受けている水戸岡鋭治の初めてデザインした車両となるそうです。そして2008年にアクアエクスプレスのデザインを踏襲するかのようにね、アクアライナーと書かれた塗装がされたキハ47が登場したという経緯に至るわけです。しかしそのキハ47などもちょうど1年前のダイヤ改正によって引退し、半分の車両がね、解体される見込みだそうです。というわけで列車は間もなくカシー駅へと到着いたします。カシー駅から先はですね、先ほど言った通りに鹿児島本線の快速列車として運行がされます。ちなみにですね、車掌も乗務します。なぜ車掌が乗務するのかと言いますと、後方確認のミラーなどがホーム上に設置がされていないからといったような理由がね、多分一番大きいんでしょうけれども、同じような理由で筑豊本線の鹿児島本線直通列車も能型からは車掌が乗務しますよね。ということで列車はカシー駅へと入線。隣の乗り場には普通列車南福岡行きが止まっていましたが、もうドアが閉まってしまいましたね。そしてカシー駅からはですね、車掌が乗務するため方向幕のワンマンの文字が消えてしまいました。ちなみにですね、快速列車とはいえ先に8時14分発普通列車南福岡行きがね、先に出発してしまうようです。普通列車に抜かされる快速列車って JR 九州でも珍しい方なんじゃないでしょうか。加えて快速博多行きが先発の普通列車南福岡行きを追い抜かすといったようなことはねありませんので、今まで快速博多行きに乗っていたお客さんというものは普通列車南福岡行きにほとんどが流れていってしまいましたね。ちなみに柏駅で追い越される普通列車南福岡行きはですね、パー 21系 9両編成での運転となります。ご乗車ありがとうございます。この車は快速列車博多行きです。カシーを出ますと、千葉や吉塚、周辺、博多の所に行きます。カシーより車掌が乗り換えします。車掌が、ちなみにカシー駅を出発した時点ではですね、座れる座席が十分にあるといったような混雑度でございました。列車は千早駅に停車し、千早駅ではですね、まあまあ多くのお客様が乗られたんですけれども、それでもなお立ち客のお客様はほとんどいませんでした。というわけで列車は唯一の通過駅である箱崎駅を通過していきます。それにしても通過駅が箱崎だけであることにはちょっとだけ疑問点がありますね。いっそのこと箱崎に停車させて各駅停車と名乗ればね、適度にお客さんも拾えることができてウィンウィンなのかもしれませんが。というわけで箱崎を通過した次に通りかかる駅は吉塚駅です。吉塚駅では結構多くのお客様が降りられた印象がありますね。ちなみに吉塚博多間の超短区間で利用されるお客様というものも少なからず存在し、それらのお客様はいつも福岡豊線に乗られているというイメージが強いんですけれども、今回の場合はですね鹿児島本線の電車に乗られた方が賢明だったんじゃないかなとも思いますね。というわけで私が先ほどまで乗っていた博多駅快速列車は5番乗り場へと入線しております。博多駅からはですね、竹下まで回送列車として運行がされて、明日の運用に備えるといったような、ね、形になるそうです。この列車が運行されることによって、お昼頃カシー竹下間にて運行がされる定期回送列車というものは平日に限り6両から2両へと減車されることになりますね。ということで5番乗り場に到着しているパイ地球系電車をお見送り、今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。今回はご視聴誠にありがとうございました。
おすすめの動画を貼っておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。